わらぐつの中の神様、杉幹子。雪がしんしんと降っています。マサエはおばあちゃんと一緒にこたつに当たりながら本を読んでいました。今夜はお父さんは泊まり番で帰ってきません。お風呂好きのおじいちゃんは、この寒いのに、とみんなに笑われながら、さっきお風呂屋さんへ出かけていきました。あとはお母さんが台所で夕ご飯の後片付けをしている音が聞こえるだけで、あたりはとても静かです。風が出てきたらしく、窓の障子がカタカタとなりました。雪がさらさらと雨戸に当たっては落ちていきます。マサエはふと思い出して台所のお母さんを呼びました。お母さん、私のスキー靴乾いてる？明日学校でスキーの日だよ。お母さんが水音を立てながら答えました。おや、明日だったの。それじゃもう一度見てごらん。さっき新聞紙を丸めて入れといたからあらかた乾いたと思うけど。マサエは夕方まで友達と近くの丘でスキーをしていました。今日は一度しか転ばなかったので、スキー靴もズボンもそんなに濡れないつもりでしたが、帰ってきてみたら、やっぱりいつものようにぐっしょりになっていたのです。乾いてるといいけどな。あんなに遅くまで滑ってなきゃよかった。マサエは一人でそんなことを言いながら台所へかけていって、敷居に立てかけてあるスキー靴から湿っぽい新聞紙の玉を5つ6つ取り出して手を突っ込んでみました。靴の中はじわりと冷たくて、背中までブルッとなりそうです。うへえ、冷たい。お母さんどうする？新しい新聞紙と変えてごらん。紐のところもしっかりくるむようにしてね。明日までにはなんとか乾くだろう。乾くかな？なんだかまだびしょびしょみたいだよ。すると茶の間のこたつからおばあちゃんが口を出しました。乾かんかったらわらぐつ履いていきない。わらぐつはいいどう、あったかくて。やだ、わらぐつなんてみったくない。誰も履いてる人ないよ。第一、大きすぎて金具にはまらんわ。マサエは大きな声で言いながら、タンスのそばに重ねてある新聞紙を取ってきて、くるくる丸めてはせっせとスキー靴の中に詰め込みました。ぎゅうぎゅう力を入れて押し込むと、濡れたビニール革がぽっこりと膨らんで、まだいくらでも入りそうです。おばあちゃんがまた言いました。そういったもんでもないさ。わら靴はいいもんだ。あったかいし、軽いし、滑らんし。そうそう、それにわら靴の中には神様がいなさるでね。わら靴の中に神様だって？マサエは新聞紙の玉をすっかり詰め込んでしまってこたつへ戻ってきました。濡れたものをいじった手がツーンと凍りそうです。そんなの迷信でしょ、おばあちゃん。おやおや、何が迷信なもんかね。正真正銘、本当の話だよ。おばあちゃんは真面目な顔になって眼鏡を外しました。それじゃあ一つわらぐつの話をしてやるかね。わらぐつの中に神様のいなった話をね。そこへお母さんも台所を済ませて赤くなった手をふきふき
こたつへ入ってきました。どれどれ、私も聞かせてもらいましょうかね。そういえばおじいちゃんお風呂遅いわね。混んでるのかしら。なーに、おじいちゃんは昔から長湯が好きでね、混もうと混むまいとゆっくり楽しんでなるのさ。じゃあ話そうかね。おばあちゃんはそう言って、雪の音にちょっと耳を澄ましてからこんな話を始めました。昔、この近くの村におみつさんという娘が住んでいました。おみつさんは特別美しい娘というわけでもありませんでしたが、体が丈夫で気立てが優しくて、いつも朗らかにくるくると働いていたので、村中の人たちから好かれていました。さて、このおみつさんがある秋の朝、町の朝市へ野菜を売りに出かけました。もう冬が近いので、すれ違う人たちもなんだか気ぜわしそうに前かがみになって歩いていきます。おみつさんの足もそれにつられたように自然と速くなりました。町へ入るとすぐの四つ角に下駄屋さんがあって、大きな下駄の形をしたすすけた看板が出ています。その前を通るとき、おみつさんはふと足を止めました。入り口近くの台の上に可愛らしい雪下駄が一足飾ってあるのが目についたのです。白い軽そうな台にパッと明るいオレンジ色の花を、上品なくすんだ赤い色の妻側は黒いふっさりとした毛皮の縁取りで飾られています。見ただけで若い娘さんの華やかな冬の装いが目の前に浮かんでくるようです。おみつさんはその雪下駄が欲しくてたまらなくなりました。でもきっと高いんだろうな。裏返しになっている値段の札を赤切れの指でそっとめくってみると、思った通り、とてもとてもおみつさんの小遣いで買える値段ではありません。負けてくれと言ったってとてもダメだろうしね。おみつさんはしばらくそこに立って、吸い付けられたようにその雪下駄を眺めていました。いらっしゃい、何をあげますかいね。おみつさんがあんまり長いこと立っていたので、店の奥からおかみさんが出てきて声をかけました。おみつさんは真っ赤になって、口の中で何かもごもご言いながら逃げるように店の前を離れました。けれども市で野菜を売っている間も、あの雪下駄のことがおみつさんの頭を離れません。いつもは余計なものなど欲しいと思ったことのないおみつさんなのに、どうしたことか、この雪下駄ばかりは何としても諦められないのです。市の帰りにおみつさんはまたあの店の前を通りました。他のお客に紛れてちらりと目をやると、赤い妻側の雪下駄は朝と同じところにちゃんと行儀よく並んでいます。ねえ、私を買ってください。あんたが買ってくれたら嬉しいな。おみつさんには雪下駄がそう呼びかけているように思われました。家に帰ったおみつさんは思い切ってお父さんとお母さんに雪下駄のことを頼んでみました。なんだ雪下駄なんて、そんな贅沢なもんわざわざ買うことはねえだろう。お父さんはそう言って相手にしてくれません。物ねだりをしたことのないおみつのことだから、買ってやりたいのは山々だけどね。まあ
お前が町へ嫁に行くようなことにでもなったらね。お母さんは言葉を濁しています。姉ちゃんが買うんならおらにも買って。綺麗な雪下駄あたいも履いてみたいな。小さい弟と妹がわいわい言い出したので、おみつさんももう自分のねだりごとどころではなく、一生懸命子供たちのなだめ役に回らなくてはなりませんでした。その夜、おみつさんは考えました。うちの暮らしだって大変なんだもの。買ってもらえないのも無理はない。そうだ、自分で働いてお金を作ろう。そしてあの雪下駄を買おう。おみつさんのお父さんは、わらぐつを作るのが上手でした。おみつさんもいつもそれを見ているので、作り方くらいはわかります。おみつさんは早速毎晩家の仕事を済ませてから、わらぐつ作りを始めました。お父さんの作るのを見ていると、たやすくできるようですが、自分でやってみると、なかなか思うようにはいきません。でも、おみつさんは少しくらい格好が悪くても、履く人が履きやすいように、あったかいように、少しでも長持ちするようにと、心を込めて、しっかりしっかり藁を編んでいきました。さて、やっと一足作り上げてみると、バレながらいかにも変な格好です。右と左と大きさも違うし、なんだか首をかしげたみたいに、足首の上のところが曲がっています。そこもでこぼこしていて、ちゃんと置いてもふらふらするようです。その代わり、上からつま先まで隙間なくきっちりと編み込まれていて、丈夫なことはこの上なしです。そんなおかしなわらぐつが売れるかいな。うちの人たちはそう言って、笑ったり心配したりしましたが、それでもおみつさんは、朝一の立つ日になると、野菜を入れた大かごに、そのわらぐつを結びつけて、元気よく町へ出て行きました。下駄屋さんの前を通るとき、横目で見ると、あの雪下駄は、まだちゃんとそこにありました。おみつさんは、その雪下駄がほんのちょっぴり自分の手の届くところへ出てきたような気がして楽しくなりました。それからまっすぐに朝市へ出てきたおみつさんは、いつもの雁木の下にむしろを広げて野菜を並べ、その端っこにわらぐつを置きました。そして野菜を買ってくれる人があると、わらぐつはどうですね？と進めてみるのですが、こちらはなかなか売れません。クスクス笑ったり、呆れた顔をしたりして、いや、よかったでね。と断るのはまだいい方で、中には、へえ、それわらぐつかね。おらまたわらまんじゅうかと思った。などとあけすけなことを言う口の悪い人もいます。やっぱり私が作ったんじゃダメなのかな。おみつさんはがっかりして、不細工なわらぐつを見つめました。やがてお昼近くなって、野菜はほとんど売れてしまったし、諦めてもう帰ろうかと思っていると、おみつさんのむしろの前に、若い男の人が立ちました。どうやら大工さんらしく、威勢のいいねじり鉢巻きに大きな道具箱を担いでいます。姉ちゃん、そのわらぐつ、見せてくんない。そう声をかけられると、おみつさんは、やはり決まりが悪くなって、あんまりみっともよくねえわらぐつで、と赤くなりながら、おそおそとわらぐつを差し出しました。若い大工さんは道具箱をむしろの上に置いて、そのわらぐつを手に取ると、
縦にしたり横にしたりして、しばらく眺めてから、今度はおみつさんの顔をまじまじと見つめました。このわらぐつ、おまんが作んなったのかね？はあ、おらが作ったんです。初めて作ったもんで、うまくできねかったけど。よし、もらっとこう。いくらだね？大工さんはお金を払って、わらぐつの紐を慣れた手つきで結び合わせ、道具箱と一緒にひょいと担ぐと、さっさと行ってしまいました。おみつさんは初めてわらぐつが売れたので、嬉しくて嬉しくて、若い大工さんを拝みたいような気がしました。その次の位置の日までに、おみつさんはまた一つわらぐつを編み上げました。前のよりはいくらか形よくできました。今度もうまく売れるといいけど、おみつさんがわらぐつを持って位置に出て、この前のように野菜と一緒に並べておくと、今度はあまり待たないうちに声をかけられました。そのわらぐつ、くんない。ひょいと顔を上げてみると、まあどうでしょう。それはこの間もわらぐつを買ってくれたあの若い大工さんなのです。おみつさんは驚きましたが、言われるままにまたわらぐつを売ってお金を受け取りました。その次の位置の日にも、またあの大工さんが来て、わらぐつを買ってくれました。その次も、またその次も、おみつさんが市へ出るたびに、あの大工さんが必ずやってきて、不格好なわらぐつを買ってくれるのです。おみつさんはいつの間にか、その大工さんの顔を見るのが楽しみになっていましたが、こんなに続けて買ってくれるのが不思議でもあるので、とうとうある日、思い切って尋ねてみました。いつも買ってもらって本当にありがたいんだけど、おらの作ったわらぐつ、もしかしたらすぐ傷んだりして、それでしょっちゅう買ってくんなるんじゃないんですか？もしそんなんだったら、おら申し訳なくて。すると大工さんはにっこりして答えました。いやー、とんでもねえ。おまんのわらぐつはとても丈夫だよ。そうですか、よかった。でもそんならどうしてあんなにたくさん？すると大工さんはちょっと赤くなりました。ああ、そりゃ丈夫でいいわらぐつだから、仕事場の仲間や近所の人たちの分も買ってやったんだよ。まあそりゃどうも。だけどあんな不格好なわらぐつで。おみつさんが恐縮すると、大工さんは急に真面目な顔になって言いました。俺はわらぐつをこさえたことはないけども、俺だって職人だから仕事の良し悪しはわかるつもりだ。いい仕事ってのは見かけで決まるもんじゃない。使う人の身になって、使いやすく丈夫で長持ちするように作るのが本当のいい仕事ってもんだ。俺なんかまだ若造だけど、今にきっとそんな仕事のできるいい大工になりたいと思ってるんだ。おみつさんはこっくりこっくりうなずきながら聞いていました。自分といくらも年の違わないこの大工さんが、なんだかとても頼もしくて、偉い人のような気がしてきたのです。それから大工さんはいきなりしゃがみ込んで、おみつさんの顔を見つめながら言いました。なあ、俺の家へ来てくんないか？そして、いつまでもうちにいて、俺にわらぐつを作ってくんないかな。おみつさんは
ポカンとして大工さんの顔を見ました。そしてしばらくして、それがおみつさんにお嫁に来てくれということなんだと気がつくと、白い方が夕焼けのように赤くなりました。それから若い大工さんは言ったのさ、使う人の身になって心を込めて作ったものには神様が入っているのと同じ根だ。それを作った人も神様と同じだ。おまんが来てくれたら神様みたいに大事にするつもりだよってね。どうだい、いい話だろ。おばあちゃんはそう言ってお茶を飲みました。そいで、おみちさん、その大工さんのとこへお嫁に行ったの？まさえが目をくりくりさせて聞きました。ああ、行ったともさ。そいで、大工さん、おみちさんのことを神様みたいに大事にした？そうだね。神様とまではいかないようだったけど、でも、とても優しくしてくれたよ。じゃあ、おみつさん、幸せに暮らしたんだね。ああ、とっても幸せに暮らしてるよ。暮らしてる？じゃあ、おみつさんってまだ生きてるの？生きてるともね。え、どこに？おばあちゃんはニコニコ笑っています。マサイはお母さんの顔を見ました。お母さんもニコニコ笑っています。変なの、教えてくれたっていいでしょ？そこでお母さんが言いました。マサエ、おばあちゃんの名前知ってるでしょ？うん、おばあちゃんの名前は山田みつ。あ！マサエはパチンと手をたたいて目を輝かせました。おみつさんってそれじゃおばあちゃんのことだったの？あら、じゃあその大工さんっておじいちゃん？おばあちゃんはうなずいて押し入れの棚の上を指さしました。あの箱を持ってきてごらん。マサイはすぐ踏み台を持ってきて棚の上からほこりだらけのボール箱を下ろしてきました。開けてみるとツーンとカビ臭い匂いがして、赤い妻皮のかかった綺麗な雪下駄がきちんと並んでいました。あら綺麗だ、かわいいね。この家へお嫁に来るとすぐおじいちゃんが買ってくれたんだよ。だけどあんまり嬉しくてもったいなくてね、なかなか履く気になれなかった。飾り物じゃないんだぞっておじいちゃんに笑われたけど、そのうちに、そのうちにと思ってるうちに、年を取ってしまってね。とうとうそれっきり履かずじまいさ。だけど、おじいちゃんがおばあちゃんのために、せっせと働いて買ってくれたんだから、この雪下駄の中にも、神様がいるかもしれないね。ああ、きっといなるだろうね。だから履けなくなっても、こうして大事にしまっとくんだよ。その時、玄関のたたきで、カッカッと雪下駄の雪を払う音がしました。おや、おじいちゃんのお帰りだよ。マサエは赤い妻側の雪下駄を抱えたまま、お帰んなさい！と叫んで、玄関へ飛び出していきました。